創業から100周年、日本酒鍋島で有名な鹿嶋市の酒蔵福千代酒造は大きな節目を迎えています。酒造りからカフェのプロデュースまで日々奔走しているのが次期社長の飯森日奈子さんです。日本酒の市場では出荷量が減少傾向にある中、日奈子さんを突き動かしているのは酒造りと街づくりへの思いでした。一枚板のカウンターに高級感あふれるレストラン、どちらも県内の酒蔵がプロデュースしたものです。日本酒がどういうお酒であるとか、どういった飲み方を楽しめるとか、いろいろと広めていけたらいいなって思ってます。やっぱ地域貢献をこれからしていかないと、その地域に支えられてもらった会社ですし、1923年創業の老舗の酒蔵、鹿嶋市の福千代酒造。蔵で作る鍋島は国内だけではなく海外でも親しまれています。蔵が100周年を迎えた中で、新たな酒蔵の在り方に向けて進もうとしているのが飯森日奈子さんです。これちょっと初、若干溶けてない。この前も水しちゃってたんです。いやいや、これです。お酒入れてるから。次期社長として期待される日奈子さんは、現在三代目社長の父直樹さんのそばで経験を積んでいます。頑張ってると思いますよ。一生懸命やってると思います。お互いの意見がぶつかります。それぞれの考え方、それぞれ多分合ってると思うんで、やっぱいろんなチャレンジをしてほしいですよね。日奈子さんは二人姉妹の長女。本人も周囲も蔵の次世代を担う存在ということを幼い時から認識していました。酒造りとかもいろいろ体験してたんで、継ぐのが当たり前なんだろうなっていう感じで。高校卒業後は東京の大学で経営学を学びました。蔵に入ったら酒造りの勉強はできるんですけど、経営の勉強ってなったらなかなかですね。市場調査の仕方とかすごい勉強になりましたね、はい。そして卒業後に飛び込んだ日本酒の世界。しかし市場全体としては厳しい状況が続いています。去年結構 15% ぐらい落ちてるところも結構あったりするんです。2021年度の日本酒の消費量は40万8000キロリットル。1975年度以降は減少傾向が続いていて、現在はピーク時の4分の1ほどです。日本酒離れがこれ以上進まないためにはどうしたらいいのか。日奈子さんが始めたのが酒蔵の新たなアプローチです。こちらは福千代酒造直営のカフェです。プロデュースをしているのは飯森日奈子さんです。中ではコーヒーだけではなく日本酒も楽しめるということです。蔵から歩いて5分ほどの場所に位置するのが去年4月にオープンしたカフェブリューです。日奈子さんは伝統の酒造りを学びながらも、新たなアプローチで消費者獲得に力を入れます。美味しいですし、雰囲気もすごくいいし、もう最高の場所だと思ってます。カフェで来た時に鍋島のお酒をいただいたり。素敵ですよね。このカウンターもね、一枚板ですごいですよね。落ち着いた空間の中でコーヒーや紅茶、イタリア料理、そして日本酒を堪能できます。お食事には合う、ね、バリエーションがやっぱり豊富なので、日本酒のハードルを下げていただける。料理を手掛けるのは東京のイタリア料理店で修行を積んだ江口貴博さんです。
いろいろな料理に合わせやすい、いろんな鍋島の味があるので、佐賀の食材も中心としてお料理を作っております。鹿島と鍋島の魅力を発信できればいいなと思ってます。ひな子さんのこだわりは器にも。およそ30セットの唐津焼きや有田焼きはどれもえりすぐりのものです。この器すごい綺麗だね、どこのって言われて、すごくこちらから紹介して、実際に鎌本さんに行っていただいたりとか、そうすることによってどんどん広がっていくと思うんですよね。来店をきっかけに周辺にも足を伸ばしてもらう、ひな子さんが描く酒蔵の在り方です。さらに宿泊施設を備えた郊外のレストランオーベルジュも大きな役割を果たしています。こっちの施設はですね、もともとあった230年前の建物で、本当にもう倒壊寸前のボロボロで、お家をリニューアルしてこのオーベルジュっていう宿泊施設に。御宿福千代は廃墟となっていた建物が活用されています。外装の修復費など一部鹿島市の補助を受けながら、母理恵さんが中心となっておよそ7年かけて整備。今はひな子さんがプロデュース面を担当しています。日々奔走する中、ひな子さんが大切にしているのが父直樹さんの教えです。父がよく言ってることなんですけど、自分に錦を飾るより故郷に錦を飾れっていう、そういう格言なんですけど、地域に支えられてもらった会社ですし、ね、どういうふうに地域貢献ができるのかなって考えた時に、やっぱり街づくりが一番の地域貢献じゃないのかなと思って。酒造りと街づくり、この2つのテーマを掲げるひな子さんが今準備に勤しんでいるのが鹿島酒蔵ツーリズムです。今月23日と24日の2日間で市の人口の3倍以上となるおよそ10万人の来場を見込んでいます。当日はやっぱりツーリズム限定のお酒を出したりとかですね、いらっしゃった皆様に歓迎しないといけない、一緒にですね作り上げていく一大イベントみたいな感じですね。日本酒の魅力と町の魅力を発信するため、ひな子さんの挑戦が続きます。日本の文化として日本酒を誇ってほしいし、日本酒を楽しんでいただきたいですし、もっともっと地域をですね活発に、いろんな人がいらっしゃるように発展へのタッチポイントになっていけたらなとは思ってるんですけど、